こんにちは。今回はね、ズールのかこやんやっていきたいと思います。あのね、コメントでも来たんだよね、これやってくださいと。あとね、ツイッターの DM でも来たんだよ、これやんないと4部で分からなくなる可能性があるのでやってくださいみたいな。あとね、ツイッターでこういうのも来たね、あなたと会うのに命をかけました、これが LINE ですみたいな。私 LINE 聞いてないし、命かけてとも言ってないのに勝手に LINE 送られたね。もちろんクリックしてません。狂いゆく未来、あえ、観客にボイスついてんの？なんでそんな優遇されてるの？リバーレもさ、トリガーもアイドリステムもなかったのに。ズール最高まである、ズル。もっと声を上げろ、お前らの声を俺たちに届けてみせろ。あ、原西の俺やでってやってる。え、これさ、やっぱりさ、楽曲によって変わんのかな、このライトアップ。行くぜ、ルックアウト。待って、あのライトの色やばくない？あれミラーボール置いたらみんなの目が失明。あー、すごいポージング、体感すごそう。トーマーなんかあれだよね、露出が多い TM レボリューションみたいな格好、かっこいいよねこれ。あ、セリフ忘れてる。無視されてるじゃん。大盛況みたいだね、ご苦労様。出た、諸悪の根源。もう量は全く同情できないからね。だってさ、まあ子供のうちにね、そのさ、振り向いてくれなかった、残念、もう嫌だみたいなの分かるよ。これ大人までね、引きずってるんだもん。しかも見られなかっただけで。りょうさん来てたんだ。お、暇だったからね。これ差し入れだよ。こんないい楽屋に住んでるんだね。何これ、動物ビスケット、ペット用か。ブレーメンの音楽隊さ、ヒヒー、ウォウォウ、ニャーニャー、コケコッコー。いつも SM バーでやってるやつか、リョウが。うるさい、うん、まるで君たちみたいだろ。何今の、何これ、小学生の悪口みたいだね。どういう意味だね。ブレーメンでもなければ音楽隊でもないってこと。じゃあ帰るから、悪さをしないようにね。特にトーマ、ミュージシャンとして否定されてるじゃん。君を許すのは一度だけだよ。バイバイ。これ時系列いつなんだろう。 3.5 部パターン。あだよ、なんだよ俺たちみたいって。ブレーメンの音楽隊ってどんな話だっけ。わからない。あ、そういえばあれだね、あのアナキン・スカイウォーカー役のヘイデン・クリステンセンと、あとアベンジャーズのジェレミー・レナー、あのホークアイ役の方がね、来日するってすぐ話題になってたね。人間に捨てられたり虐げられていた動物たちが音楽隊になるためにブレーメンという町に向かうんです。あ、これね、ヒロアカの世界なら轟き翔とも入る。その途中、空き家で泥棒に出くわします。泥棒を脅かすために彼らが一斉に声を上げると、お化けだと勘違いして泥棒が逃げていくんですよ。あー、でもお化けの起源ってこんなもんじゃない。音楽隊になろうとしたのに声を上げたらお化けに間違えられたのか。うん、そうです。へえ。ブレーメンにはたどり着けた？たどり着けなかった。空き家を気に入ってそこで暮らすんだ。あ、そうなの。まあ、え、これってどうなんだろうね、物語としていいエンドなのかな。それってハッピーエンド？いや、でも人によるかな。これはだって虐待から解放されたって意味ではハッピーエンドじゃない。見方によるかな。そういうことになってる。うーん、でも目的は達成されてないと。腑に落ちない。まあでも私こういうエンド好きだね、賛否両論を生むエンド。動物たちは信じたさ、自分たちの歌こそキラーチューンだって。キラーチューン、なんか自己肯定感半端なくない。なんかさ、 DV とか起きたら自己肯定感すごい下がりそうなのに、めちゃめちゃメンタル強いよね。何？リョウさんはマジでヤバい人だ。このまま一緒に仕事をしてたらいつか取り返しのつかないことになる。あ、出川さんなら1日300回ぐらいやばいよっていうぐらいやばいね、リョウは。腐ってもこいつらはメンバーだ。ひどい目に遭う前に俺が何とかしてやらねえと。リメンバーミー。俺だけじゃ手に負えない。そうだ、トラに相談してみるか。一応最年長だし社交界慣れしてるもんな。あ、そうなの。え、でもそんなさ、なんか上辺だけの会話でなんとかなるようなやつじゃないけどね。なあトラ、話があるんだけどさ。うん、トーマやりたいんだね、ズール。
なんだよ、シカトすんなよ。何今鼻くそ飛ばした？うるさい、俺は怒ってる。え、どういうこと？怒ってる？なんで？なんかあれだね、英検3級のさ、テストの英文を翻訳したみたいな日本語だよね。雪女みたいなリバーレの片割れが乗り込んできたとき、俺がかばってやったのに、お前は俺に話さずあいつに相談した。あ、これ 3.3 部の後かじゃあ。嘘、あれ根に持ってたの。意外と可愛いところあるじゃん。へえ。相談なら非常識な挑発野郎にしろ、そっちの方がいいみたいだからな。お疲れ。へえ、挑発にしてほしいけど挑発はするんだね、あなた。あ、すごいのこれ、合わせ鏡になって怖いね。ちょっとやめてほしい。え、待って、一番右のさ鏡見て、レントゲンみたいになってる。ほら、肺の映像みたいになってる。あれ怖くない？あれお化けの仕業だね。行っちゃった。なんで追いかけてこない？ドリフ見すぎ。悪い、ごめんな。トーマさんに恋人がいない理由がよくわかるシーンでしたね。それでは私はお先に失礼します。でもあれだよね、それで追いかけてさ、なんかすごいさ、ってさ、お尻を突き出してながらさ引っ張ってる映像もちょっと情けなくない？どっちがいいんだろうね。待てよ、ミナにも話がある。御堂さんにご相談があるのでは？お、確かに。トラでダメだった時、ミナに相談したいと思って。保険だ、二軍。俺でダメってなんだ？違う違う、念のため、念のため。あ、すごいね、そういうのもあるんだね。トーマってあれだ、友達の保険にまた仮の友達を作っとくみたいなもんだ。うわ、すごい、そう考えるとトーマって結構ゲス。犬丸さん、私は生まれてこの方キープなんてされたことないんですけど。よかったじゃん、初体験で童貞。いやいや、そんなんじゃなくて。なあトーマ、俺は、俺に相談すればいいじゃん。出所してから言って。春はいいや。ね、ネックレス変な付け方してるし、二重に縛ってるよ。何それ？は？なんで？ほら、春はガキだしさ。そうだね、まだ成長期だから全然ダメだね。ガキ扱いするなよ。俺はお前と同じズールのダブルセンターなんだぞ。斉藤さんだぞみたいに言ってる。恥ずかしい。いいか、本当に帰るからな。今からだぞ、見逃すなよ。いつまでキープされていればよろしいですか？秒ごとに延滞料金をお付けして差し上げますけど。あ、夫婦円満ってこういうことなのかな。トーマだって二十歳じゃん。俺と三つしか変わんないじゃんか。え、三つって結構変わらない？私のイメージだとすごい、もう天と地ほどの差があるんだけど、三つって。はあ、俺本当にこいつらのために頑張れるのか？なんて。あ、すごい、コーラスがハモってる。合唱コンクール出れば。わかった、お前ら全員にいっぺんに相談する。逆聖徳太子じゃん、聞くんじゃなくてみんなに一斉に喋る。よし、いいよ、行ってみな。構えてるよ。リオさん、やばいと思わないか？え、はぁ、今更？そうだよね、あれだね、道路で車通れるんですかぐらい当たり前の質問してるね。ここにいる皆さん、そう思っていますよ。うん、最近特に危ないよな。確かにね。この前なんかさ、アイドリッシュセブンの DVD 無理やり一緒に見させられて、強制的にペンライト振らされたんだけど。うわ、洗脳教育ってこういうこと言うんだ、恐ろしい。優しく慰めてほしいと言われて丁重にお断りしたら、私のポスター相手に私の愚痴をこぼしていらっしゃいました。あ、絵が友達だもん。だって壁画人類ラビチャでしつこくスタンプ送ってきて鬱陶しかったからブロックしたら、真夜中に家まで来てブロック解除しろって言われたぜ。あの時おたぐいしてたの寮だったの？お前らそんだけの被害に遭ってよく今までスルーできてたな。実は寛容か？まあ、確かにね。これはあれなのかな、やっぱり女性と男性って変わってくんのかな、対応とか。トーマだって分かってたんじゃないの？うん、そりゃそうだけどさ、やばいやつだって思いながら、なんでリョウさんと一緒に仕事してるんだ？確かに。そうだよ、どうしてズールに入った？
ちゃんと腹割って話したことなかったよな。うん、妊活だね。今から居酒屋予約するからさ、今までのこと、これからのこと話そうぜ。ああ、春がいるからファミレスがいいか。間違い探しやりましょうね。ハンバーグ？どうだっていいよ。今までのこともこれからのことも。え、チーズハンバーグいらないの？春、お先に。なんで？現代しか見てないね。将来心配。俺も帰る。帰るの？待てって。ああ、わかった。ちゃんと追いかけてやっから。別にフリじゃない。ノーマッドからトリガーに目移りした客に文句を言ってたが、お前も大概同じようなもんだ。え？なんだよそれ。相談相手一つにしたって俺じゃなくていいし、組んだ相手だって俺たちじゃなくていいのさ。あからさまに不機嫌になるね。お前を選ばなかった客のように、お前だって俺たちを選んだわけじゃない。上辺だけのメンバーごっこはよせよ。そんなもんじゃないの、グループって基本的に。じゃあな。うん、帰った。上辺だけなんて。上辺みなみやだね。浜辺みなみさんの方がいいね。上辺だけなのか。私に聞かないでくださいよ。でもみなは残ってくれたんだな。焼き鳥のうまい店行くか。ニセ恋見て、みんな上辺だけの関係から始まるから。行きません。行きません。心が折れそう。でも小野寺だと思ったの私。あなたはどうなんですか。俺、犬丸さんはどうしてズールに入ったんです。え、トリガーに見返したかったからじゃないの。 あなたが吐き出そうとしないものを人に吐き出させようとしても難しいんじゃないですか。あー、これさ言ってたよね、そのヤマトの時でも。なんでお前たちは言わないんだよみたいな。苦くて痛々しくて甘くて大切なものならなおさらそれではお先に失礼いたします。確かに、なんか自分の悩み打ち明けない人に相談するかなって考えるとさ、でもさあれだよね、自分の悩み打ち明ける人ってなんか口がもしかしたら軽い可能性もあるから怖くない？俺はっていうか、あれ、悩みを何でも相談しちゃうから、その人の悩みまで相手に言っちゃってみたいな、そういうのもありそうじゃない？だから結構あれで難しいよね、誰に相談するかって。トリガーに仕返しがしたかった？違う。プロモーションに踊らされる観客を同じように派手なプロモで踊らせて、これがお前らの正体だって言いたかった？人気がなくなってうまくいかなくって、たったそんだけのことで解散しようって言った元のメンバーを見返したかった？うん、どれも違う。あ、これヒルルク構文だね。違う。人に忘れられた時さ。どうして真剣に歌わないんですか？そう聞いてきたのはリクだったな。リク。そうだよな、リク。真剣にやる気がないことにいつまでもしがみつくのはおかしい話さ。確かにね。なんかあれだよね、本気がダサいとかさ、言う、何、そういうさ、雰囲気出す人もいるじゃん。でもさ、あれ客観的に見るとね、本気じゃない人の方が明らかに。俺は真剣に歌えば歌うほど傷つくから。理想通りじゃなくなった俺と理想通りじゃなくなった世界に傷つけられるのが耐えられなかったんだ。でもあれじゃないかな。でもさ、これって人間の生活してれば誰でも味わうんじゃないかな、いつかは。まだまだ行くぜ。もっと大きな声で呼んでくれ。肘にブランケットつけてる。あ、こんなに結構尖ったファッションなんだね。あ、すごい、一人死ぬほど叫んでる。大丈夫かな、ハスキー声になれないかな明日。サンキューな。へえ。新曲ランキング1位です。リバーレがブラホア出場した時のシングルに引けを取らない数字ですよ。あ、でも喉のカサカサ具合でさ、ライブ何回行ったか分かるかもね。だからあれ、スピードワゴンの小沢は
もう100回ぐらいライブ行ってるみたいな。マジか。いつかはリバーレに勝ってブラホは総合優勝できるかな。ノーマットのメンバーだ。当たり前だろ。トップアイドルはリバーレじゃなくてノーマット。日本中にそう言わせてやるさ。リバーレ、リバーレナンバーワン、リバーレ、リバーレナンバーワン。何よりファンがそれを待ってんだ。俺たちならリバーレに勝てるって信じてくれてる。頑張ってファンの気持ちに応えなきゃな。ああ、最高のステージに連れて行こうぜ。あ、何？どうした？あそこにいる奴らトリガーだ。デビューしたてだっていうのにもうこんなメジャー番組に出られるんだな。大手の八乙女事務所からデビューした新人アイドルグループですね、うん、デビューシングルから CM のタイアップなんてお金かかってるよな。一人は社長の息子だっていうし。でもそれも含めてのあれじゃないの、芸能界じゃない。へえ、うん、どうせ金に物言わせて作ったビジュアルだけのハリボテグループだよ。すぐに消えてなくなるさ。はい、アウト。もうこれ完全に跳ね返ってくるパターンでしょどんなグループが出てきたって俺たちはブラホアの総合優勝しか眼中にねえよ。だよな。あ、トリガ表に出るみたいだぜ。なんかみっともない、こういうこと。負け惜しみに聞こえるよね。思ったより歓声すごいな。いいじゃんトリガ、俺たちももっと客煽って盛り上げようぜ。出た、負け惜しみ。出番が変更。このアイドル番組でリバーレがいないならいつもノーマッドがトリのはずだろう。あ、そうなの。それがトリガーになったって。へえ。そんな、俺たちだって新曲出したばっかりだぞ。まるで格下の扱いじゃないか。まあね。すみません、僕らの力不足で。ん、いいって、謝んなくたって。何番目に歌おうがファンは俺たちを見に来てくれるんだしさ。うわー、でもこれ徐々に来るんじゃない、メンタルに。テレビで新曲歌うの初めてだろ、きっとみんな喜ぶぜ。あ、でもあれだね、トーマはしっかり王道系行こうとしてるね。新曲もっといい数字いくと思ったんだけどな。あれだね、この格好の方が似合ってない？なんか私服の方がかっこよくない？待って、高校生時代のザ・タッチがいるんだけど。みんなボイトレも頑張ってるし、デビューの頃と聞き比べたって段違いで上手くなってる。ファンからしたらビサに過ぎないのかな。歌もいいし MV だっていいし、なんで数字が下がったりすんだろう。おかしいな。ま、売り方は多少なりとも関係はあるだろうね。ねえねえ、昨日のトリガー見た？めちゃかっこいいよね、テン君完璧すぎない？私ファンクラブ入っちゃった。あ、やっぱテンテン人気なんだ。すごい、お金持つの？ノーマットのファンクラブだって入ってたじゃん。あ、確かにね。なんかあれだよね、ホストクラブのさ、なんだっけ、ホス狂いとかあるんでしょ？なんかそういう方たちもさ、なんか似たような感覚かもね。なんか推しにつぎ込むみたいな。あっちやめちゃったんだよね。ノーマットはたくさんファンがいて安泰だし、今はトリガー応援してあげなきゃと思って。あ、トリガー応援キャンペーン始まってる。わかる、新人のトリガーこそ私たちの力が必要だよね。ああ、え、なんで。なんか同情を引く力って言ってたよね、テンテンもリクもあるって。ライブ空席目立ってた。みんなトリガーに流れてんのかな。うん、仕方ないですよ、向こうはドラマ出演もして話題性がある。仕方ないってなんだよ、俺たちのマネージャーだろ、ちゃんと俺たちを売り込んでくれよ。なんかあれだよね、このメンバー一人だけすっごいさ多席方向に行ってない？君たちがもう少し器用なアイドルだったらトリガーみたいな売り込み方ができましたよ。確かにね、絶対にバラエティとかもね出やすいしね。やめろって、焦ってうちは揉めしたって仕方ないだろう。んー、ファンは俺たちを応援してくれてる。リバーレに勝ってくれって、一生ファンでいるってそう言って。トーマだけすごいまっすぐに言って、なんかトーマがすごいあれだよね、かわいそうだよね。昔の話だろ。え、
みんなもうノーマットに飽きたんだよ。だからチケットが完売しなかったんだろ。グレてるじゃん。飽きられてなんかねえよ。チケット完売しなかったんだ。あ、ここあれじゃん、例のプール。ねえねえ、ジャイマ見た？トリガーが新人賞取ったでしょ。見た？ブラファーでも絶対勝つよ。3人ともめちゃめちゃかっこいいもん。あ、話題はトリガーになってる。ブラフォアでトリガーに勝とう。俺たちがブラフォアでトリガーに勝てばファンの気持ちだって取り戻せるさ、ブラック・オア・ホワイト・ミュージック・ファンタジア。アイドル部門の勝者は下岡だ。久しぶりに見た。え、今どうしてるんだろう。あ、出世してミスター上岡になってるんじゃない。前年の勝者ノーマッドを倒してトリガーです。敗北した。トリガーもこういう気持ちだったのかな最初。くそ、なんで、どうして。ノーマッドよかったけどな、やっぱりトリガーか。ブラフォーは視聴者投票で決まるからね。雑誌、ラジオ、ドラマ、冠番組、CM、視聴者に触れる機会が多いトリガーは強いもん。まあ確かに。さすが、八乙女事務所。見事としか言えない完璧なプロモーションだったな。プロモーション？プロモーションなんて、そんなの実力じゃないじゃないか。いや、魅力がある人を、その、大々的に、ね、もっと魅力的に見せるのがプロモーションだから。まあ元がないと2倍にはならない。2倍になっても全然数字は取れないよねって感じじゃない。だからあれじゃない、プロモーション自体がそんな悪いことと言わないけど、でもまああれだね、こういう状況に陥ってる人からすれば不公平には感じるだろうね。汚い手を使いやがって。絶対に絶対にトリガーに実力で勝ってやる。勝ってやろうぜみんな。だからじゃね、もともと16の戦闘力の人が2倍になって32の戦闘力に、プロモーションによって32の戦闘力になるのと、もともと4の人がプロモーション使っても8の戦闘力になるのでさ、プロモーション使ってもね、そのプロモーション使ってない人に勝てない場合もあるじゃん。だからさ、これってプロモーションっていうよりも元々のあれもあると思うな、才能とか。なんで黙ってんだよ。難しいよねこれ。潮時だよトーマ、もう十分頑張ったじゃないか俺たちは。しかも十分売れたわけだしね、ノーマットは。十分じゃねえ、まだまだやれる。お前らがいればまだやっていける。ずっと頑張ってきたじゃねえか。かわいそうだけど。あの頃の俺にはわからなかった。まあでも芸能界ってこんな感じなのかな、やっぱり売れても売れても結局さ、どん底に落ちるときは落ちるしみたいな厳しい世界だね。なんか俺なんだっけ、ポケモンのさチリタリスだっけみたいな雲あるね。歌唱力は上がっていく、ダンスの振りも合っていく。なんか空が泣いてるように見える。歌声も伸びて息も合っていくのに、俺たちの質は上がっていく一方なのに、どうして人気が下がっていくのか、どうして人が去っていくのか。なるほどね。だって俺たちが好きって言ってくれたじゃないか。あれか、もともと肉体で、まあ、めちゃめちゃ強い人が剣を持ったようなものか、プロモーションって。暑くなってきたな。季節は夏、夏といえばノーマッドのこの曲しかないだろう。お前ら聞いてるよな。ラジオ番組やってるんだね。これ涼しいのかな、ここ。ノーマッド人気落ちてきてるのにラジオでは俺様少子のままでなんか痛々しいよね。あー、わかる。乾いた笑いで聞くのやめちゃった。次のライブの告知です。友達誘って絶対絶対絶対来てください。よろしくお願いします。やば、あんなに絶対って言われるとファンとして応援するの窮屈になっちゃうよね。北手に出るトーマ見てるの悲しい。ほんとほんと、かわいそうが先立っちゃって楽しみないよね。ノーマットかっこよかったのにね。うわ、やばいねこれ。何しても言われるモードに入ってる。ああ、残念。残念なんて言うな。やばい、他方からまだ何も終わってねえよ。いろんな方向からサンドバッグになってる。どうして離れていくんだ。歌唱力だって上がってる、ダンスだって上達してる。俺たちが好きだって言ったのに
どうしてだよ。俺たちの何が悪いんだ。俺たちの何が好きだった。なんかあれだよね、こういうことを言う方たちってさ、なんかあれな、そういう理由があったからノーマット嫌いになったんじゃなくて、ノーマットが嫌いだからなんか理由をつけてそう言ってるみたいな感じするよ。わかんねえよ、教えてくれよ。あいつらとトリガーと何が違う。なんか嫌いになったが先に理由より先に生きてるみたいな、なんかそんなイメージあるね。どうすればもう一度愛してもらえる。私の言ってることわかる？なんかあれじゃない、その嫌いになるために理由をつけてるみたいな。ライブ会場は小さくなっちまったけど、お客さんは入ってる。精一杯盛り上げていこうぜ。流行りってそんなもんだよね。でもプラホは前に予約したから惰性で来てるんだろ。惰性？バカ野郎、くだらないこと言うな。真面目にやっていても救われない。まあこれはあれかも、人間の生活ではあるかもね。しょっちゅう。トーマ、俺実は脱退考えてるんだ。脱退？え？俺も。ああ、なんで？これ以上カッコ悪いところ見せるよりさ、いい思い出でいられるうちに終わりにしたいんだよ。氷山の一角だよね。正直永遠に売れ続けるなんて。お前だって本当は無様なノーマットを見せたくないだろ。ありがとう。次が最後の曲。ん？まだまだ行くぜ。もっと大きな声で呼んでくれ。え、私ならあれだね、鼓膜潰れたと思って耳鼻科行くね、このまま。大きな声で呼んでくれよ。え、誰もいないのこれ。あんたたちが好きって言ったノーマットだ。残念でも無様でもねえよ。映画館様式のライブは見たことないの私。まだまだ歌ってたいんだよ。これライブで言ってんの？しないぞ俺は。解散なんて。頑張れば頑張るだけそこが見えてくのか。辛いな。見てみんな、最近のションベン小僧ってさ、情報方向に行くんだね。今まではさ、平行感覚を保ってなんかチャーって水出してたじゃん。でも最近のは上にスプラッシュしてるね。ションベン小僧すごい。ションベン小僧 EX？ きっとうまくいくさ。もっと歌がうまくなったら、かっこよくなって、演技もできて、喋りもうまくなったら、たとえ一人になったって、ノーマッドとして歌い続けてたら、ここに戻ってくるさ。メンバーやファンの気持ちも。誰が悪いってわけでもないし、誰がなんかね、悪って。ってわけでもないけど、なんかリアルだよねこれ。ありそう普通に。戻ってきてくれるよな、うん、戻ってこないよ。来るなよお前は。誰だあんた。あ、人間の人の弱みにつけ込んだんだ。もちろん君のファンだよ。正確には最近ファンになったかな。これかまど炭治郎ならブチギレるね。アイドルもファンのことも憎み始めた君を見て大好きになったし、応援したくなったんだ。いやし悪魔だ。俺は憎んでなんか。遠慮しなくたっていいさ。君の憤りは当然だもの。この世界は嘘だらけさ。憎むのは三菱だけでいいって、かっこいいセリフ言ってみな。トモ、正直者の君は信じちゃったんだよね。一生ファンでいる。君の歌が好き。ところが話は大違い。別にファンは一生好きでいないし、歌が上手いから君を好きだったわけじゃない。トーマは別に人のせいにしようとはしてないよねこれ。君を好きでいたら楽しかったんだ。だけど
お楽しみはもうおしまい。派手なプロモーションで生まれたスターがやってきた。トリガーのことか。そうだよ。ありったけのお金をばらまいて、コネで最高のポジションを取って、目がくらむようなパレードを続けていくんだ。君の出番は終わりだよ。ノーマッドは退場。どうも、お疲れ様でした。それでも俺は。でも、なんかあれだね、プロモーションってそんな悪いことなのかなって思うよ、私は。普通ならね。あれでしょ、しかも正式な方法でやってるんでしょ、プロモーション。え？僕と組んでみない？犬丸トーマ。こう見えて、芸能事務所の社長なんだ。まだ予定だけどね。うん、こんな世の中は間違ってるよ。アイドルはずるくて、ファンは薄情で騙されやすい。同じ夢を見てたはずのメンバーもこらえ性がない。やだこの人、この演説誰も共感しない。選挙投票ゼロ票だね。君はスターになれたはずだったのに、不誠実な奴らが君の行く道をめちゃくちゃにしたんだ。ひどいよね。被害妄想すごくない？ねえ、僕と一緒に世界の正体を暴いてやろうよ。プロムで作られた華やかな敵の皮を剥いで、その皮を着て踊ってやろうよ。これゼロと重ねてるんだよね、多分。要はこのままじゃ悔しいだろう。だって君は何にも悪くないのに。ああ、そうだ、俺は間違ってない。悪いことなんて何もしてなかった。誰も悪くないよ。なのに俺を取り巻く世界が勝手におかしくなって俺を見放したんだ。やばい、無敵になっちまう。そうさ、間違ってるのはこの世界の方さ。思い知らせてやろうよ。やばいね、もう何したって自分は被害者モードだね。あんたの名前は？つくもりょうだ。名刺渡しておくね。トリガーのミュージカルチケット取れた。ああ、もう死んでもいい。結婚してなくても、八乙女ごくがいればよ。リバーレの5周年最高だった。おじいさんになってもリバーレやっててほしい。おばあさんになっても孫と応援する。へえ、すごい。孫を産む前提でいるね。アイドル成分かわいいよね。社会人になったらライブ全部通うんだ。そんな未来に、あんたたちは同じもんを思ってやしねえよ。孫のことまで考えれるってすごくない？結構。だって今の、あれでしょ、別にお母さん世代じゃないでしょ。お母さん世代なのかな、どうなんだろうね。ここ考察したいね。派手な宣伝をされてバンバンテレビに出てる奴らが出てきたらそっちを追いかけていくさ。んー、ノーマットの名前を忘れたようにな。魅力を売り出してるからな、プロモーションは。もしもブラフォアでトリガーに勝ってたら、もしもドラマやバラエティの仕事ができてたら、もしも俺がもっと魅力的だったら、うん、なんか変わってたかな。わからないよそれは。いや、この世の中は何も変わらないさ。みんな目くらましされて騙されていく。俺たちがファンの一時の言葉に乗せられたように。まあそう考えた方が楽だよね、本人からすれば。だから俺が思い知らせてやるよ。これで闇落ちしたってこと？ああ、チッ、あんの野郎、結局連絡なしかよ。もともとえしてほしかったの？失礼、お隣よろしいですか？あれ、どうしたの？南、何の用だ？学園ハンサムなの、多分顎テーブルに刺さってるね。ナンパしようと思って。ナンパ？ふん、どの子？あなたは。ああ、そういうことなんだね。へえ、あ、確かに服装似てるし、これお揃いコーデで揃えてきた可能性もあるよね。匂わせってやつ。はあ？これ韓国アイドルとか匂わせとかよくあるとか言われてるね。私はよく知らないけど。何を飲んでらっしゃるんです？ああ、マンハッタンですね。女王こそあなたにふさわしい。今夜の出会いに乾杯させてください。性転換させられてるよ、いいの？君の瞳に乾杯。石田純一しか言わなそう。もう何を言ってるんだ。絶滅危惧種。いつも自信満々にグイグイ行かれるので、私も自信満々にグイグイ行ってみようかと思って。いかがです？
心に響きました。グイグイって効果音いいよね。お前の冗談は分かりにくいな。ジョジョでは出てたことないよね。何を飲む？グイグイって言葉。ウーロン茶。ウーロン茶。それこそ冗談だろ。ウーロン入ってさ、なんかマリオカップのカップにありそうじゃない？トーナメントにウーロンカップみたいな。大真面目です。私未成年なので。あ、そうか。忘れてた。店を変えよう。ペコパだ。時を戻そう。賛成です。うん、第2話へ続く。へえ、トーマな、そんなことがあったのか。やりたくてやったわけじゃないみたいな感じもあるけど、結局それに泳がされちゃったのもトーマだから何とも言えないよねこれ。気ままな嘘の人生。あ、エイプリルフール。少し意外でした。御堂さんが犬丸さんにあんなことを言うなんて。さあ、何を言ったか忘れたな。すごいね、忘却の彼方にいる。これなら最強だよね。もう全部無罪みたいな。トラオのやってること全部無罪みたいな。価値を認められない寂しさや求められない切なさを理解できる方だと思わなかったんです。ああ、そんなイメージないな。待って、ロイド・フォージャーが乗ってそうな車あるよ、あそこに。あのボンネット上に乗ってシャンパン飲みながら踊ってそう、トラオ。あなたにはいつだってあなたを称えてあなたを求める人がいて、何かに嫌気がさしたらそちらに逃げられたでしょう。確かにね、なんかいつもさ、レッドカーペット引かれながら全然デコボコのない道をきれいに進んでいくみたいな、なんかそういうイメージあるよ。全然順風満帆みたいな。そんなあなたがもしも万が一傷ついて胸を痛めているかと思ったら。胸を痛めてる？ミナミ。トラオが？そんなイメージないよ。だってぜひ間近で見ておきたいなって。確かに、ナンパの恨み晴らしたりって。それはファン心理みたいなものか、それとも面白がってるのか、率直に性格が悪いのか。まあね、出来心は乙女心っていうからね、乙女心だねこれ。いいえ、素直になれないだけですよ。本当は御堂さんのことが心配なんです。あ、今チュパってやったじゃん。チュッパチャップス舐めてるね今。トラを格好つけてタバコみたいに加えながら。騙されない。騙されない。あ、ライアーゲームとかさ、怪事とか見すぎてもう人を疑う体になっちゃったんだよトラは。仕方ないね。もうあれだね、人狼ゲームやった時も自分以外の人は全員人狼だと思うからみんなに当たり障りに怒鳴ってるね。あった。真心を伝えるのって難しいですね。期待に添えなくて悪いが、別に俺は傷ついてもないし胸を痛めてもいない。寂しさや切なさなんて惨めな感情とは無縁だ。まあね、それがトラっぽいけどね、私のイメージね。あら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 。南だってそうだろう。子役として幼いうちから成功を収めてきた。惨めな感情とは無縁だろ。まあね、なんかこの二人は結構あれ、苦労せずに来たみたいな、そういうイメージあるよ。まさか、私は振られっぱなしですよ。振られっぱなしなの？そうなのか。ええ、だから屈折してるでしょ、私。だって高級マンションのさ、もう屋上から腕組みながら見てるみたいな愚民ども、なんかそういうイメージあるよ。返答に困る。なんかあー愚民だなーって、なんかムスカみたいな状態のような心理状況で見てるみたいなイメージあるよ。優しいですね。御堂さんは屈折していないな。万人に歓迎される人種ではありませんけど。まあ公言と呼ばれてるからね私。リョウさんも似たようなことを言ったな、初めて会った時に。そうなの？へえ、なんて。君はイカれてる。だけど君は悪くない。君が望みや覚悟を持つ前にアイドルと同じ生き方をさせられてきたんだから。なんか分かった気でいるね。それはどういう意味なんですか？意味が分かんない。さあな、今でも分からないよ。的外れじゃん。じゃあ、新しいヒーローのおもちゃだ。兄さんありがとう。トラオはヒーローが好きだな。待って、幼少時代あんのこれ。
プラウノ？うん、悪者を退治してかっこいい。兄もいるんだ。おっと、父さんの怒鳴り声だ。悪いけど行ってくるよ、トラオ。厳しい影ってことこれ。お父さん優しいのに、どうして兄さんにはたくさん怒るの？ああ、確かに。それだけ俺に期待してくれてるんだ。家を継ぐのが俺の役目だからな。一人前として扱ってくれて誇らしいよ。どういうこと？これトラオには期待してないのかな？じゃあ期待？うん、トラオは俺の分まで好きなことをしてのびのび育ってくれ。また新しいおもちゃを持ってくるよ。ありがとう。厳しい旦那様も若旦那様もトラオさんには甘いわね。天使みたいに可愛い男の子だもの。待って、家政婦が急に喋り出したね。これナレーターかの家政婦。あれだね、家政婦の見たより全然喋るね。セリフ量全然少ないのに台本で勝手に自分で追加しちゃうタイプ、この家政婦。旦那様にはお優しい方だから、部下の方やお長男に厳しくなさる分、トラオさんは可愛がりたいんでしょうね。すごいね、代弁してる。大丈夫これ家政婦。きっと誰からも愛されるような美少年にお育ちになるわ。うわ、もう適当に言ってる。いやー、よくやったな。学年主席で部活でも目覚ましい成績を残した。御堂の血筋でもこんな優秀な子はいないよ。あれ、ここあれじゃない？ドボンする高級レストランじゃない？あれ変わったの？あ、これあれってこと？リニューアル前ってこと？あ、ここでさ、かくれんぼするとしたらあの木の中一択だよね、隠れる場所。ありがとう父さん。あ、シュッとしてる。こっちの方がトラオあれだよ、モテそう。おまけに若い頃の母さんそっくりの凛々しい顔立ちだ。どこのパーティーに連れて行っても注目の的だ。だって今はさ、体つきがあれだよね、筋肉マンみたいになってるじゃん。ありがとう父さん。それで進学の相談をしたいんだけど、兄さんと同じ大学を目指そうと思うんだ。あ、そうなんだね。そうすれば父さんや兄さんの仕事を手伝っていけると思うし。海外留学なんてとんでもない。日本に帰った時お前の顔が見られないじゃないか。それに近頃は物騒だから日本の大学が一番だよ。いやー、すごい、過保護が現状までついてんのすごくない？ロングランだね。うん、あー、逆にこれが生きづらいと、生き苦しいと。お前は会社のことは考えなくていい。好きなことをしてのびのび暮らしなさい。そうだ、小遣いは足りてるのか？まあ、この状況他人からは羨ましがられるだろうな。多分本人にしかわからないんだろうけど、窮屈さが。やりたいことがあったら何でも言うといい。いくらだって援助するから。すごい。私も母さんもお前の兄たちもみんなお前の味方だ。全員でトラオの幸せを願ってるんだからね。ここまで来るとめちゃめちゃ怖いよね。お父さんかって思うよ本当に。ああ、そう、わかった。ありがとう。兄に厳しくした反動でこうなっちゃってってこと？起きる。トラオくん、お父様とのお食事会どうだった？なんかノースリーブじゃない？寒くない？え、これクリスマスだよね。すごい、ミニスカートにノースリーブってすごくない？結構な強者女性だよね。いつも通りさ、俺が好きなように暮らせって。ああ、セーター着てる。ほら、もう絶対に季節感間違ってるよ、右の人。優しいね。じゃあ次の連休早速海外行こうよ。トラオくんちの豪華ホテル。やっぱいいね、冬が一番いいな。また豪華ホテル行くの？今度は友達も呼んであげていい？クルージングの話したらみんないいなって。あ、それ沈没するからね。もうそういうスケジュール立ててある。海外に行くのはいいけど、お前の友達あんまり好きじゃないよ。変なことばかり聞いてくるし。これトラオの何、財産目的ってこと？これ彼女かな？トラオくんがかっこいいからだよね、お願い。多分なんかあれだろうね、トラオのことが好きというより、トラオのと付き合ってる自分が誇らしく見えるから、なんかその自分が好きみたいな感じかな。いつもお願いばかりじゃないか。なら俺からも頼んでいいか？何？私ならこの人クリスマスツリーにして飾っちゃう。この映画見に行こう。アメコミのヒーローが活躍する。あ、いいじゃん、アメコミいいよね。アイアンマンとかね。ごめん、
暴力的なのは苦手なんだ。それに大衆映画はセレブっぽくないよ。トラオくんには似合わないと思う。もういい、今流行ってるの全部ついていけないね。じゃあこの女性は。あ、そう。全滅してるね。それ会話合わないわ。みんな俺が好きなのか好きじゃないのかわからない。あ、なるほどね。なんか変なレッテルがついてくるからってことね、自分に。お前はそれでも後継者か。もっとしっかりしてもらわなきゃ困る。うわ、これ私なら兄の立場の方が辛そうなんだけど。父さん、あ、兄さんと電話中だったか。うん、お、トラオか。どうした？家庭教師の先生を怒らせちゃって。家庭教師の先生。いいいい、気にするな。そのくらい私の方で何とかしてやる。お前は悪くないよ、トラオ。あ、そうなんだね。へえ、でもあれだよ。ドアに何回も顔ぶつけながらさ、ドンドンドンってなんか開いたり閉じたりやってたからさ、おでこから血出てたよ。これトラオのせいだよ。ひどい。こんなことくらいで振るなんて。もっと話を聞いてくれたって、優しくしてくれたっていいじゃない。この人が家庭教師なの？優しくってなんだよ。お前のしたいことしてやっただろ。お前だって俺の。もういいよ。どうせ私の気持ちなんかわかんないよ。トラオくんは何でも持ってるもんね。うわ、すごい最強。被害者の立場に行くの最強だよね。大学の友達とバックパッキングがしたい？ダメだダメだ。治安の悪い国で誘拐でもされたらどうするんだ。大丈夫だって父さん言ってたじゃないか。何でも俺の好きなことしていいって。うん、他のことなら何をしたっていいぞ。まったくトラオは世間知らずだからな。そんなところが可愛い末息子なんだが。なんだっけ、ロコちゃんだっけ。ロコちゃんがハム太郎と接するときと同じテンションだよね、これ。トラオ、何がしたいんだ。何が欲しい。何でも言ってみなさい。何が楽しい、何が面白い、命を何だと思ってるんだ。優しいバージョン。嬉しいです。こんな風に一緒に街を歩けるなんて、今すごい幸せです。なんかあれじゃない、あ、こんなこと言っちゃ悪いけど、なんかあれだね、全体的にギャル好きなんだね。はあ、ああ、そう。みんなノースリーブだし、これ決まってんのかな、なんか法則で。はい、トラオさんは憧れの人だったから、こうしているだけですごく嬉しいんです。私ならずっとイルミネーション見てるな、これ。そうか、なら遠慮するなよ。何が食いたい、何が欲しい。このイルミネーション綺麗だよね、すごい。なんかこのさ、電線を巻きつけてるだけなのに木に、すごい綺麗だよね。これ人間にやられたら結構危なくない？欲しいものなんて何もありません。あ、でも、もしよかったら一つだけ。何？トラオさんと写ってる写真 SNS にアップしてもいいですか？え？あ、え、待って、え？そういうこと？え、やっぱあれじゃないの、トラオが自分、トラオと一緒にいる自分が好きってこと？みんな俺に優しいのか優しくないのかわからない。トラオの富見えせい力を利用してるってこと、これ。この人たちは何をしてほしいんだろう、うん、何をしてほしくないんだろう、うん、何をしても許されるかと思えば何をしても許されない。ま、別に構わないが、考えてもよくわからないし面倒だ。突然甘い顔をしたり、突然しかめ面をしたり、人間ってそんなもんなんだろう。え、これだったらさ、なんか普通に人間嫌いになりそうなんだけど、でもさ、なんかすごいナンパしたりしてるよね。これ不思議だよね。いい加減で、口先だけで、欲しがりで、人に合わせて態度をコロコロ変える。俺もそうやって生きていけばいいんだろう。なるほど。欲しいものがあった気がするけど忘れた。
ま、毎日楽しいし別にいいか。俺は人が羨む存在みたいだし、面白くない夜はあっても不幸だったことは多分ない。そこのお兄さん、芸能界に興味ない？くんなよ。 BGM が切れたじゃん、リョウのせいで。これオーケストラみんな帰ったね、臭すぎて。さすが、足も止めないね。スカウトには慣れてるって感じ？迷惑だ、向こうに行け。まあそうなるよね。嘘だ、僕の話を聞きたいはずだよ。だって君は芸能界にいないのに芸能界を生きるみたいに日々を生きている。何の話だ。君はアイドルそのものってことさ。一方からは君でいるだけで何でも許されて、一方からは君でいるだけで要求され続ける。だから君はイカれたんだよ。でもそれは君のせいじゃない。望みも覚悟もないままアイドルをやってるんだもの。人間ってさ、あれだよね、ないものねだりするよね絶対。望みも覚悟もあるアイドルたちがバタバタ倒れていくような環境を、空っぽのハートで生きてるのさ。お疲れ様。よくわからないからいいや。じゃあな。確かに自分を見てくれない人が連続で現れたらあれだね、確かに人間不信になるかもね。待って待って、すぐ思考放棄しないでちゃんと考えて。いい大学に通ってるのに。なんでそんなにテンポよく誘ってくるの。面倒だし。そうだよ、このまま君が不幸になるのを見過ごせないんだ。すごい、勝手に不幸と決めつけてんのすごいよねこれ。俺が不幸俺の素性を教えてやろうか。不幸だよ、誰にも期待されないのは不幸っていうのさ。御堂家の三男の御堂虎男くん。あ、三男なんだ。え、長男は？次男もいるってこと？君は家族にとってはペットで、同世代のお友達にとっては石油王だ。でも君個人には誰にも期待してない。君の辛さはよくわかるよ。僕も優秀なのに期待されなかったからね。僕の家では兄がペットだったけど。でもね、確かにあれだね、小さい頃見てたシンデレラと、そのあれだね、ちょっと大きくなってから見たシンデレラって全然見え方違うよね。なんかさ、ちょっと邪念入っちゃって、あれシンデレラってお金持ちになりたかったのかなとか、ちょっとよぎる時はあるよね。あんた誰だ。やっと興味を示してくれたね。つくも亮だ、芸能事務所の社長になる男だよ。なんかそういうとこも含めてラプンツェルはすごいなんかマッチするんだよね私に。ラプンツェルってあれじゃん、後々お姫様って分かったじゃん。はあ、芸能界には興味がない。あんな世界はどうせ嘘ばかりだろ、うん、どうしてそう思う？どうしてってみんなそう言ってる、チヤホヤされたくて嘘をついてるって。その通りだよ虎尾、僕もひどい目にあったんだ。嘘つきの芸能人、嘘つきのアイドルたちにね。何？すごい拡大解釈してるね。もうすごくないこれ、天才だよねここまで来ると。連想ゲーム最強男。僕はそいつらに復讐したいんだよ。汚い業界を素敵なものだと信じている人たちに本当のことを教えてやりたいんだ。やばい、でも一番汚れちゃったのは自分ってね。そいつらって、うん、まずはリバーレ知ってるかい？お茶の間のにぎやかなスターリバーレ。売れない頃には僕を頼って僕を散々利用したくせに、売れてきたら僕との約束を保護にしたんだ。え、あれって約束したの？そうなのか、いいやつらそうに見えたのに。どうせ5年で終わりなんだからみたいなこと言ってたけどさ、約束したわけじゃなくない？そう思ってたってだけじゃないの？
モモって男は悪魔の化身だし、ユキって男は死神の生まれ変わりだよ。こいつらは絶対に成敗する。どう？次はトリガー。悪魔に見えてるの？へえ、すごいね。トリガーも、うん、そうさ。綱氏龍之介って男は大嘘つきなんだ。君みたいなセレブのふりをしてるけど、実は借金を抱えた漁師の息子なんだ。キングボンビーがこいつ悪魔って言っても全然説得力ないのと同じ。他にもたくさんいる。八乙女岳は父親の七光で威張り散らしてるし、花巻すみれは売れた途端休みが欲しいしか言わない。花巻すみれはなんかあれだね、ちょっとあれ欠陥ありそうだけどね、すいません。わがままで悪毒って不誠実な、どうしようもない人間ばかりだ。なのに未だにあいつらは人気者。え、だってさ、あれじゃん、ガクに対してさ、あの龍之介がさやられたことちょっと似たことやってないよ。あれでしょ、結局その人がそうだからってレッテルを貼っちゃって、なんかねえ、誰かがなんか寄ってくるみたいな、なんかそういう言い方してるよね。その人のおかげだからっていうレッテル貼られたから ないじゃん。龍之介は多分その社長だから、社長の息子っていうレッテル貼られないで見てほしいって言ってたじゃん。そしたら龍やっちゃってるじゃん。こんな世の中おかしいよ、うん、まあそうかもな。結構地雷だと思うんだけどそれ。ねえ、トラをどうか助けて。僕は泣き寝入りしたくないんだ。正義のために力を貸してくれないか。一緒泣いてても枕濡らしてもいいから、1日1リットル。正義のため？そうとも。嘘つきでわがままなリバーレをやっつけて、トリガーをやっつけて、他の奴らもやっつけてやりたいんだ。そのためには芸能界に飛び込んですぐにでもトップに君臨できるような美貌の男が必要なんだよ、君みたいなね。ちょっとそのからされちゃったら言っちゃうのそっち。あんたが嘘をついていない証拠は。理解されてるって思っちゃったから、ようやく理解してもらえる人がいるって思っちゃったのかな。これで録音データも調査資料もあるよ、必要なら君に届けてあげる。唯一の理解者か。まあ孤独な人にとってはそこは穴になるか。わかった、考えておく。期待してるよ、トラウ。僕の場合は本当さ。ミドさん。ああ、いや、なんでもない。あれ、ここ見たことあるなって思わないの？待って、これレストランってさ、トラオグループの、これ、あれかな、下請け会社のレストランかな。なあ、ミナミ、お前はどうして作曲してる？何をきっかけに始めた？確かにね。やりたいことっていうのはどんな風にして自分の中に生まれるんだ？私はピアノを弾いていました。子役になる前から教室に通っていたんです。ピアノを弾くのがとても好きでした。なんか弾いてる時にさ、水素元号のこととか考えないのかな。ですが仕事が忙しくなって辞めてしまいました。あ、そうなんだ。そうなのか。ブレーメンの音楽隊と一緒ですよ。目的地を忘れて違う場所にとどまった。それでもめでたしめでたしだと思っていた。へえ。バッドエンドだった？まだ物語の途中かな。へえ。そろそろ帰ります。今夜の星回りは感情的すぎる。余計なことを話してしまいそうですから。自分でも行く先未来分かってないんだね。行く先未来いいね。分かった、気をつけて。おやすみなさい。あれだね、南魚人だから湖から帰るね。この3夜続け。なるほどね。ここでなんかお風呂とか入る人いるのかな。どうなんだろうね。戦闘代わりに使う人もいるかもね、節約したいから。
トラオの立場にさなった考えたらやっぱきついのかな、やられたままのしおり。物語の途中か、私は少々見栄を張ったかもしれませんね、さくらさん。あ、ハルキだ。あなたを引き止められなかった日に私の物語は終わっているかもしれないのに。さくらハルキとすごいつながりがあるんだ。分かっているのはゼロやあなたの友人ほどにはあなたにとって私は価値がなかったこと。恨み事ですね。でもあれだよね、幼なじみと小学校の友達は違うみたいなもんだからさ、どっちがねいいとか優劣つけられないけど、やっぱり付き合い長い方がなんかね、その分絆は深まるとは思うな。まあ、人にもよるけど。お母さん聞いて、ピアノの先生が僕をコンクールに出してくれるって。みなみ、すごいお仕事が入ったのよ。有名な映画監督さんが次の新作にぜひみなみを使いたいって。うわ、お母さんなんかあれでピチピチしてるね、声が。でもピアノのコンクール今回は諦めよう。みなみしかできる子はいないんだって。みなみがやらないとみんな困っちゃうよ。ん？みんな困っちゃうの？そうだよ。みなみどうする？でもなんかまともそんなお母さんに見えるけどね。じゃあお仕事する。へえ。偉いねみなみ、お仕事頑張ろうね。あ、でも若干許容してんのかなこれ。あら、敬語も使えないの？いくら子供だからといって現場ではプロなんだから、しっかりしなさい。こわっ。へえ。でもあれだよね、子役の人ってやっぱ敬語使ってるイメージあるな。すごいよね子役って。わかりました、すみません。あ、ミニミナミだ。ユニク、ミニミナミ。ほらミナミくん、電子ペットのキングコブラちゃんだよ。シャー。人によってはあれなのか。ありがとうございます、大事にしますね。すごいな、子供にもマウント取るってすごいね、なかなか。いや、いいんだけどさ、大人と同じように仕事ができるけど無邪気さのない子供っていうのはなんかね。ほや、すみません、今から飛び跳ねて喜びましょうか。お疲れ様でした。あー、大きくなった。お疲れ様、今日も良かったよ南くん。どんな役でもこなしてくれるから君には安心して任せられるよ。これさ、だってさっきの幼少期から1日後でしょ。すごいね成長率が。ありがとうございます、この調子で第二の千葉静雄になって星影を盛り立ててくれ。牛乳飲むと大きくなるって言うからね、よく。はい、頑張りますね。千葉静雄にしたいんだ。すみません。いいの千葉静雄になって不倫するよ。ん？どうした？何？しばらくお仕事お休みしたいんですけど。ああ。いいよいいよ。え？急に何を言い出すんだ？私がどう評されているのか知っています。演技力は安定していて技巧はあるけれど慣れすぎていて新鮮さがない。そんなことは気にしなくていい。君は新人じゃなくてベテランなんだから。分かっています、私のような役者に需要があることも分かってる。ですがなんというか。でもあれだよね、それができるのとそれもできるのじゃ全然違うよね。私も私の人生に慣れすぎていて新鮮さがないんです。何を言ってるんだろう、みんなそうじゃない。玄関で靴を履いて扉を開けて、その延長線上で毎日がこともなく過ぎていく。マネキンのように服を着替えて一日が終わる。ねえみなみ、人間やめなよって言われるよこれ。ある程度のトラブルも経験済みですし、ある程度の役も経験済みですし、心が動くことがほとんどないんですよね。まあ、まあそうか、そうだね。悪いことじゃないよ、それだけ仕事が安定してるんじゃないか。君みたいな人がいるだけで周りは助けられる。冒険家とかには窮屈かもね。普通の人はそうだろうけど、大体は周りはでしょ。私のことは誰が助けてくれるんです？
みんなで力になるって。考え直してくれ、南くん。いきなりそんなこと言われても困るよ。ヒットメーカーなんだろうな、南。要なんだろうね、この会社の。私も困っているんです。私の人生なのに、長い間人のオーダーばかり聞いて生きてきました。今度は私が私にオーダーしてみたいんです。私が困っているから、私を楽しませてと。そんな恩知らずな。だいたい仕事を休んで何がしたいんだ。怖っ。街角の占い師とか。なるほど、それでなってのか。嘘だろ。学校もちゃんと通いたいな。それともう一度ピアノが弾きたいです。コンクールに出られると知った瞬間、私ははしゃいだ声を上げていた気がするから、もう一度はしゃいだ声で笑いたい。確かにね。わかった、次はコメディアンの役を受けよう。そういうことじゃない。そういうことじゃないんですってば、役をやりたいんじゃなくて、そうなりたいのって言ってるの。ノースメイヤ、思ったほど寒くありませんね。くら、やばくない、この焦げ茶色の部屋。くら。子供の頃に仕事で訪れたきりですが、記憶の中よりも美しい場所ですね。目悪くなりそう、ここにずっと。最古の音楽と銀融詩人の国。あのピアニスト、東洋人だ。素敵な曲だな。あ、これが桜春樹？おや、急に演奏をおやめになった。これがあれか、ファミリーマートの入店音を流した時の出会いだね。失礼。来た。こちら。逃げていかれましたね。やばいね、引き逃げだこれ。あ、行き倒れた。うわ、ありがとう、さっきは助かったよ。あ、ハルキ、カラフルな家。同郷のヨシミですから。さくらさんとおっしゃいましたね。なぜ逃げたりなさったんですか。自己主張激しすぎてさ、それぞれ全然統一感ないよね、この街。自由でいたいから。南は何をしにノースメイヤへ。音楽学校に留学しに来たんです。ピアニストとしては使い物になりませんが、作曲に挑戦してみたくて。なら今夜俺の家に来るといい。助けてもらったお礼に少しは教えてあげられることがあるはずだ。すごいな、さくら春樹、すごい包容力あるね。作曲をなさってるんですか。ああ。もしかしてゼロの歌を作曲されているさくら春樹さん。なんでわかったの。いや、人気俳優で音楽家志望の夏目みなみに助けられたさくら春樹だよ。怖っ、調べ合ってるねこれ。私たち、すれ違ってるみたいな。私たち調べ合ってるって。もっと大胆に、もっと過激に奏でてみて。あ、そうだね。難しい注文をなさらないで。過激だったことなんてないんですから。あれだからね、まあ本当の激しすぎるピアニストは鍵盤のところどこかが分かんなくなってエアで弾き始めるからね。そんなことないさ。君は過激で反社会的な音が似合う危険で魅力的なギャングスターだ。そんなことをおっしゃるのは桜さんくらいですよ。めちゃめちゃ稼いでるだろうね。なんかすごいよね。だってグランドピアノの部屋があるよ。これリビングじゃないよね。だってピアノをさ、机代わりにしてないよね、多分。ピアノって机代わりにできんのか。へえ。さくらさん、さくらさん、どうなさったんですか。あー、病弱ね。事情は分かりました。あの時さくらさんが逃げ出した理由も、病院で治療を受けようとしない理由も。ん？話すつもりはなかったのに、南の事情聴取に負けたよ。なんで？将来刑事役をやったらいいと思うよ。さくらさん、え、これなんだっけ。え、凪のなんか関連してるんだっけ。怖い顔しないでくれ。綺麗な顔が台無しだよ、南。治療を受けてください、さくらさん。彼らに見つかると困るのなら
日本に帰国すればいいでしょう。彼らって寮じゃないよね。だって日本に帰ったらゼロに二度と会えない気がするんだ。あ、私だけこれ抜けてんの、なんか抜けてんのかな。ノースメイヤにいれば会える保証があるわけでもないでしょう。確かに。そうだ、俺の夢物語だ。だけど俺はいつだって俺の夢は叶うと信じて生きてきたんだよ。今更俺の夢を裏切ったら二度と振り向いてもらえないかもしれない。だから夢を見続けるんだ。ある日俺がピアノを弾いているとゼロがやってきてこう言う。オーロラを見れたよ、ハルキ。なんかオーロラマウント取ってくるんだけど、ゼロ。ところで新しい曲はできた？これあれだよね、帰国した次の日にさ、オーロラ見れたよって言われたらもうブロックするね、私なら。嘘。ノースメイヤにいたいのならこちらで治療を受けてください。もしも彼らに捕まることがあっても彼らはあなたを生かしておきたいはずです。手厚い治療をしてくださるかも。捕まるって何？何してんの？そうするとあの子の足かせになるからね。やっと自由を手に入れたあの子の邪魔をしたくはないんだよ。さくらさん、あなたは中途半端です。ゼロとの再会か、高貴なお友達の幸福か、どちらか選ばれてはいかがですか？確かにね。選べないよ。俺は浮気者なんだ。今もこうして南に構ってもらってるだろ。三股か、すごいね。結構チャレンジャーだね。わかりました。引導を渡して差し上げますね。悪かった。襟首を締め上げるなんてやっぱり過激だな。死にかけてる男をわざわざ殺さないでくれ。なんか女性向けコミックで見ないこういうシーン、なんかさ、なんだっけ、上司とその部下みたいな。だってさくらさんをさくらさんを失いたくないから。ハルキは悪い人じゃないっていうことだけわかるね、今。どうかお願いです、日本に戻って治療を受けてください。あなたに死んでほしくない。100点満点だ、南。涙も自由に出せるなんてさすがベテランだね。いやマジでさ、俳優とかってさ、なんかこう言われること多いのかな。お褒めに預かりどうも。悪徳商法だよ。もういいです、好きに心中なさってください。伝説のアイドルや金髪壁眼のお友達と。金髪壁眼、どこに行くんだ？付き合いきれません。あ、逆切れした。そうか、残念だよ。なんだこれ。なら治療を受けてください。死ぬのが分かってる人と思い出作りなんて私だってしたくないんですよ。なんかすごいあれだね、南はなんかあれだよね、まあ帰ってほしいって言ってほしくないけどでも帰りたいみたいな、なんかどっちも気持ちがぶつかり合ってんのかな。それともさ、止めてほしいだけかな。まあ後者の可能性が高いけど、でもどっちにしても結構あれだよね、南あれだね、少女らしいね。辛いでしょうし悲しいでしょうし、何をしたって後悔しそうですし、すでに今あなたの記憶を抹消したいのに。つながった以上なんか自分の責任と思っちゃうんだ。南は俺を一生忘れないよ。秒で忘れてやる、絶対。メインブラックだ。俺を忘れないし俺に憧れているし、少しでも長く俺といたいと願っているよ。分かっているのにごめんね、南。俺は俺の人生を生きたいんだ。俺らしく俺のままでありたい。最後の瞬間まで俺の注文以外聞きたくないんだ。これ似てるな、南と春樹。そう考えると茶化されたくないので言いますけれど、これは演技ではありませんから。わかるよ、
嘘泣きの方がうまいから。でもすごく嬉しいよ、みなみ。大事に思ってくれてありがとう。さよならの前にギャングスターの歌を作ろうよ。暗闇の中でマシンガンを構えるような歌。ギャッギャッギャングスター、君たちは星の上でカービィになろう。ミナミの歌で世界を変えてごらん。僕とゼロと高政がしたみたいに。高政？高政？私がマシンガンを構えるなら、あなたとゼロと金髪の友達と私とお行儀のいい人たちを全部蜂の巣にします。あー、全員恨んでるんだ。へえ、まあそっか、直接ではないという間接的な原因になってるわけだからって、まあ理不尽だけどね。いいよ、だったらためらいなく中指を立てる人にどこかで出会えるといいね。嘘泣きをする前に本気で泣くような、苛立ちを迷わずぶつけてくるような、攻撃的で美しい手負いの獣みたいな人たちに。確かにね、なんか中指立てると思ったらさ、キュンですってやってる人がいたら結構あれじゃない？は、可愛いって思わない？誰かがお前の歌を笑っても、その人たちだけはお前の歌に魂を乗せて本気で歌ってくれるといいね。それから何度も説得したけれど、さくらさんは私の言葉に耳を貸してくれなかった。みなみと一緒じゃん。そして別れの日が訪れた、うん、今でも彼は幸福だと笑うのだろうか。え、もう春樹は亡くなってんの本当に？え？え？春樹っても亡くなってんの？まあ本人のご希望ですから、好きになさったらいいんじゃないですか。どうせ私は蚊帳の外ですし。もやもやする。え、春樹さ、なんかあれ、下からさ、ブワーンって船が上がってきて、そこに、そこのその先端に春樹が乗ってるみたいな、そういうパイレーツオブカリビアみたいな展開ないの？おや、イスミさん、あんなところで何をなさってるんでしょう。腹を割って話そうだってトーマ思い出したようにバカみたいに熱血ぶるんだよな。ハルキのことみんな好きだね。あいつだって九条やリョウさんみたいに俺たちのことそんなに好きじゃないくせに。ゼロアリーナ、ゼロゼロゼロ、九条天、九条天、みんなバカみたいに同じ名前呼んでさ。あ、これババ抜きならゼロが一個余っちゃうね。ああ、いっぺん言われてみたいよな。はるかが一番とか、はるかが成功だとか、はるかがいいとかさ。俺も単純に浮かれてみたりすんのかな。バカみたいに嬉しかったりするのかな。なんかあれだよね、ズール、それぞれのメンバーが持ってる部分をそれぞれが欲しがってるみたいな、なんかそういうイメージあるな。あ、イスミハルカくんだ。イスミハルカくん、こんなところ会えるなんて、私ズールの大ファンなんです。ズールの中でもハルカくんが一番好きです。あの、よかったら握手。これ面白い女っつって湖に突き落とすね。もう一回言ってみて。はるかくんが一番好きです。何それ。塩太陽じゃない、もうこれわさび太陽だね。辛すぎる。全然心に響かないや。ひどすぎる。もう、え、なんでもない、いいよ握手。ひってえ男。言ったね今。はるか、手ベロベロ舐めてあげな。
ずっととか一生とか言わない方がいいよ。だって嘘じゃん。九条が言ってた。何？え？あんたたちには要求があるんだろ。要求に応えなきゃ行為は一瞬で悪意に変わる。そういうのに振り回されるなって言われてたけど、あんな奴の言いつけ守るのも尺だな。なんか言うこと聞いてあげるよ。せっかく会えたんだしさ。俺に何してほしい？え？私はズールが活躍してずっと歌っていてくれればそれだけで嬉しい。本当に？どんな歌でも？歌ってほしくない歌とか着てほしくない衣装とかあるんじゃないの？変態仮面の服装とかやれたらどう思うんだろう？ねえ、言っていいよ。叶えてあげる。俺が一番好きなんだろ。わからないです。ちゃんと考えたことなかったです。めんどくせえやつ。まあそんなもんだよね。社交辞令を真面目に受け取るな。ごめんなさい。なんだよ、なんで涙目になるわけ。言い方に制御盤というものがないんだね、はるかは。はるかくん、がっかりさせちゃったみたいだから。かわいそう。こんな応援してますって言ったらこんなカウンター食らって。おーんじゃない。応援してますって伝えたのにちゃんと考えてこなかった自分が悔しくて。無理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 、怖っ。別にいいよ、初めから期待してないし。こんな応援しますに緊張感持たせるのあれじゃない？もうなんか来たみたい。泣くなよ。握手までしたのに気分悪。やばいね、デリカシーがどこかに消し飛んだね、春川多分。ごめんなさい。いつも春川くん見て幸せになって元気もらって助けてもらってるのに。ありがとう、それでいいじゃん。デリカシーどこに置いてったお前。せっかく偶然会えたのに、はるかくんが喜ぶこと言えなくてごめんなさい。喜ばせろなんて言ってないだろ。俺はただ俺だって喜ばせようとしただけだよ。はるか、一回あれだね、大人の社会を見せてもらえな。いろいろみんな社交辞令ばっかり使ってると思うから。あ、今日は可愛いですね。可愛いですね。ほーほーほーみたいなやってるからみんな。壊れゆく世界への叫び。ばあちゃんばあちゃん、聞いて、すっごいんだよ、俺スカウトされたんだ。ポニーテールはるか。あら、はるちゃん、どうしたの？祖母なんか声若くない？すごい、ピチピチだね。おばあちゃんというより熟女って感じがする。そこの教会の聖歌隊に手伝い行ってたろ。あ、そしたら、偉い人が俺は歌手に向いてるって、本格的に勉強してみないかって。へえ。あら、そう、はるちゃんすごいね。でも、変な人だったりしないの？ああ、確かにね、おばあちゃん世代とさ、今の世代って全然変わってくるよね、価値観。うん、すごく立派な人だよ。テレビ局にも何度も行ったことあるんだって。それでね、ここからがもっとすごいんだ。なんかあれ、湯婆婆みたいな髪型だね、このおばあちゃん。あらあら、なーに。俺に才能があったら、俺を養子に息子にしたいって。すごくない？父さんができるんだよ。ああ。父さんと母さん死んじゃってから、ばあちゃんよく言ってたじゃん、あのバカ息子が生きてたら楽だったのにって。俺がアイドルになって、うちに父さん来たらばあちゃんも嬉しいでしょ。屋根の修理も電球交換もやらなくていいんだよ。はるちゃん、何言ってるの？これ傷つくよね。あ、もう時間だ。ばあちゃん、また後で説明するね。九条さんとスタジオを見学しに行くんだ。純粋無垢なんだろうけど。九条さんって俺の父さんになってくれる人。ばあちゃん、九条さん屋根の修理得意だといいね。
九条は本当に意味でパパ活してるからな。さすが僕の見込んだ子だ。覚えが早いね、はるか。あ、来た、今回の主人公。ありがとうございます。海外の暮らしには慣れたかい？ふん、このスタジオ使ってるんだね。全面ガラスなんだ。はい、言葉も通じないし、ばあちゃんも置いてきちゃったから最初は不安でしたけど、みんな優しくしてくれるし、九条さんが褒めてくれるからレッスンも楽しい。なるほどね。はるかは才能のあるいい子だからね。わ、ふん、こんなたぶらかしといて捨てるの、ふんは。頑張って力をつけて、見に来てくれたお客さんを早く楽しませたいです。はるか、そのことで大事な話があるんだ。大事な話？ああ、とても大事な話だ。はるかがこの先アイドルとして成功するためにね。これふんにさ、もしかしたらたぶらかされてはるか変わったとか？わかりました、いいかい、はるか、君を見に来た観客がどんな反応をしても心を動かしちゃいけないよ。え？観客が喜んでも君は喜んではいけない。観客が悲しんでも君は悲しんではいけない。観客に愛されても観客を愛してはいけないんだ。まあ愛っていろんな形あるから、まあなんかあれ、すごい曖昧だよね、表現が。どうしてですか？お客さんを喜ばせるのがアイドルじゃないんですか？そうだよ。だけど一心同体になる必要はないんだ。分離主義者。一心同体になってしまうと、観客が薬の時はいいけれど、観客が毒になった時、はるかは死んでしまうだろう。お客さんが毒になる時なんてあるんですか？わからない。ふーんはさ、あれだよね、勝手にさ、そう決めつけてるんだよね。自分が正しいともう絶対に信じて疑わないから、余計に厄介だよね、ふーんは。でもそうでもなければ、ゼロが消える理由なんてなかったんだ。いや、ふーん、九条さん、ふーん、おいで、はるか、君に見せよう。どこ行くの？あの子は将来を期待されていたのに、チームメイトに嫌われた子。あの子は誰よりもダンスが上手かったのに、ステージが怖くなってしまった子。見せしめにしてんの？あの子はとても優しかったのに、苛立って卑屈になって、他人を責めてばかりになってしまった子。あ、これ更生施設？みんなファンが原因なんだよ。どうして？ファンに喜ばれることが嬉しくて、チームワークやステージよりもファンサービスを優先しすぎてしまったり、ファンに笑われて自信を喪失したり、ファンに非難されて反発することでしか自分を守れなくなったりしたんだ。でもあれだよね、中島健太さんもなんかある程度の距離は保ってそうだよね。なんか結構さ、ファンと近いイメージってあると思うけど、大勢の人に愛されたり期待されたり落胆されたり傷つけられることは、それだけ強烈で衝撃的な体験なんだよ。ふーん、そうなんだ。ファンに愛してほしいと望むほど、ファンに愛されなかった時、君は深手を負って壊れてしまうだろう。はーん、じゃあアイドルという愚屈になりってこと？人形じゃん、ただの。ファンに期待すればするほど、期待を裏切られた時に立っていられなくなる。だから何も感じちゃいけないんだ。でもふん、それじゃあさ、あれじゃない、あれ、その応援されてるっていう実感がなくなって傲慢になっちゃうんじゃないの？喜びを感じれば、喜びが失われる時、絶望の底に落とされる。君の人格や人生を変えてしまうほどの痛みだ。ふん、それ結構天狗ってやれるパターンじゃない？だから、そんな大事な鍵を名前も知らない相手に渡しちゃいけないよ。拍手をもらってどんなに嬉しくともだ。ああ、じゃあふんは天狗推進派なんだね。結構過激派だね。ファンにがっかりされないように頑張ればいいんじゃないですか？
誰かが喜ぶとき、誰かは不満を叫んでる。すべての人を満足させることはできないよ。神様にだってできないことだ。なんでわかんの？わかりました。九条さんの言う通り、気をつけます。喜んでもらっても、喜ばないようにします。ほら、はるかふーんって言ってないよ。これ、映ったね。やっぱふーんって映るんだね。ふーんだけにね。いい子だね、はるか。ふーんが映る。だからふーんだよね。九条さんが、俺のこと心配してくれて、いろいろ教えてくれて嬉しかったです。違うよ。ふーんはね、ゼロを超えるアイドル作りたいから、ふーんなりに、その設計図を立てて、それ通りに、スケジュール通りにやってるだけだよ。あの、一つ聞いてもいいですか？なんだい？屋根の修理って、得意ですか？屋根の修理？屋根の修理。さあ、したことがないな。九条さん、よろしくお願いします。はじめまして、こんにちは。あやだ、ミニあやもいるんだ。こんにちは、九条さん。あの子は新しい生徒？俺と一緒にレッスンを受けるんですか？ふん。いや、君と一緒にレッスンはしないよ。彼女と君はレッスン法が違うんだ。うわ、英才教育って本当に子供からすればあれだよね。それがね、輝かしいその栄光のかけらとは限らないよね。お疲れ様でした。あっちゃん、これからレッスン？はるちゃん、そうだよ。はるちゃんはもう終わり？おお、かっこかわいいだね、これ。二人でツインシュート打ちそう。うん。よかった。日本のお菓子恋しいでしょ。おまんじゅう作ってきたんだ。食べない？すごい。おまんじゅう作れるんだね、その年で。やった。食べる食べる。あ、そうなの？はるちゃんすごいね。レッスンの評判聞いてるよ。はるちゃんなら一流の歌手になれるって。はい、お待ち。これ犬のうんちで作ったまんじゅうだよ。初舞台でも全く緊張しなかったんだってね。度胸があるってみんな褒めてたよ。うん。あっちゃんも頑張れ。早くステージに立てるといいな。でもあれだよね、なんかさ、こういうさ、度胸が座ってる人はさ、今後に役立ちそうじゃない？どんな時でもくじけない心を持つっていうか。私のデビューはまだまだ先になるんじゃないかな。うん。九条さんがあんまり私のことは人前に出したくないって。いや、ふんはほんといやらしいよ、これ。洗脳教育のやり方。なんで？レッスンうまくいってないの？うん、レッスンはうまくいってると思う。九条さんは多分怖がりなんだよね。怖がりだから私には過保護なの。九条さんのことよく知ってるんだ。あ、そういえば九条さんとどんな関係なの？まあね、九条はね、ふんは正直言っちゃえばそういう趣味だね、性癖だね。九条さんは私のお父さん。私を養女にして育ててくれてるんだ。やばすぎ。シンデレラの魔法使いみたいだよね。素敵な衣装を着せてくれて、歌やダンスのレッスンを受けさせてくれて。知らなかったのか。あっちゃんのお父さんなんだ。うん、はるちゃん、どうしたの？量産型お父さんだよ、あれ。あ、いや、なんでもない。このまんじゅう何入れた？うんち。味噌。あんこに似てると思って。やば。あの、九条さん。日本に毒されてる。さすがにジャパニーズ精神が過ぎるね。なんだい、はるか。あっちゃ。あやのこと聞きました。九条さんの養女だって。九条さんの養女、なんか幼い女性みたいな響きの、あれだね。感じだね。は？ああ、アヤは才能のある子だからね。俺のことを養子にしてくれるって話、どうなりましたか？ふん。ああ、まだ今は早いかな。もう少し見極めたいんだ。君が僕の理想のアイドルになるのかどうか。いや、ふんは結構あれだよ。冷酷な一面あるからね、子供にはきついよ、ふんは。そうですか。見ない方がいいね、閲覧注意だね。これ、18禁ののれんかけといて。わかりました。俺、もっともっと頑張ります。頑張って、
九条さんの理想に近づきますね。かわいそうに。ロングランの不運だ。本当のことを言うと、君は期待外れだよ。ひっどい。え？使い捨てじゃん。嘘だよ。ごめんね。いつも遥の才能に期待しているよ。これからも頑張って、誰よりも応援してる。何今の？ DV なんだけど。あ、びっくりした。はい、頑張ります。九条さん、いつもありがとうございます。おそらくね、不運の心理状況としては、今ので牽制取っといて、で、いつでも捨てれるんだよっていう、そういうのを送っとく、意思表示を送っとくことによって、どんどん叩き込むんだよ、教育を。まあ、言ったな。僕をファンの代わりにしている。果たしてこれで良かったのかな。いや、フンはなんで鏡に映らないの？不思議だね。大好きな人たちを喜ばせたかった、うん、ばあちゃんも九条さんも俺が頑張ったら喜んでくれると思ってた、うん、大金持ちになりたいとか日本一になりたいとか思ったことないよ。ああ、俺がいてよかった。そう言ってくれるだけで幸せだったんだ。なんかアイドルはさ、良くも悪くもなんか常人にはできなさそうだよね。不運からすれば、不運の言い分が正しければ。九条さん、見てくれましたか？俺が主役のミュージカル。え？ふん。歌の先生もダンスの先生も演技の先生も言ってくれました。俺ならすぐプロで通用するって。ああ、聞いたよ。俺頑張りました。一生懸命誰よりもレッスンして、俺九条さんの理想のアイドルになれましたか？ふーん、いや、君には一生無理だろう。ほら、ふーんはあれだね、褒めてビンタして褒めてビンタして褒めてビンタしてを繰り返すね。え？君のせいじゃない。やっぱりこんなやり方は間違ってたんだ。君がどんなにすごくても観客は感動しない、うん、君が観客に感動しないから。めちゃめちゃじゃん。冗談ですよね。だって九条さんがそうしろって。そうだね、僕が悪かった。謝るよ。謝れ。もうちょっと床がへこむまで謝れ。土下座しろ。君を育てた方法は間違っていた。たまごっちみたいに言うな。そんなどうする？え？日本に帰国するかい？レッスンを続けてもいいけど、大成しないよ。早めに見切りをつけた方がいい。ふん、ひどっ。もういつまでも前髪切らないね、ふんは。待ってください。俺なんか間違ってましたか？なんか失敗してましたか？ちゃんとやります。練習もし直します。もう一度俺にチャンスをください。失敗作って呼ばれちゃうんだ、これで。悪いね、失敗作はもう見ていたくないんだ。うわ、ふん、ひどい。失敗作なんて。観客に感動しないアイドルなんて、いびつで悲しくて腹立たしいもの。ダメだと思ったけど、やっぱりダメだった。やっぱり僕のアイドルは天だけだ。やばい、黒ずみおろちぐらい下水かもしれない。天、君には決して超えられないアイドルだよ。僕の大事な息子なんだ。ああ、ふん。そんな。俺この電話のさ、着信音もふんになってんのかな。ふんは。じゃあね、はるか。うわ、待って、待てよ。うわ、なんで俺頑張ったじゃん。才能あるって言ってくれたじゃん。嘘でしょ。嘘だよね。きつ。嘘だって言ってよ、九条さん。俺どうすればいいの？どうすればよかったの？ねえ、教えてよ。なんだよそれ。ひどい。ふんのやっぱりあれだね、好感度どんどん下がってくね。ふんは上がりはしないけど下がりはするっていう急流滑りシステム。
もしもし、ばあちゃん。大丈夫、順調だよ。この前も九条さんに褒めてもらったんだ。ね、あの人たち夜までいるよ、バックの人たち。あれ同じ人だよね、暇なのかな。マネキンチャレンジやってる。もうすぐ家に帰るよ。もちろん九条さん、父さんも一緒に。もしかしたら妹も一緒かも。ふーんの家では住んでないんだじゃあ大丈夫大丈夫。え、そりゃ恨むわ。入院ってどういうこと。なんで言わなかったんだよ。俺の夢を邪魔したくないって、そんな。地獄。違うよ、俺はばあちゃんが喜ぶと思って。なのにばあちゃんが我慢してたら意味ないじゃん頑張ったって見たくもないなんて言われたら意味ないじゃん。ねえ、教えてよ正解をさ。気に食わないことはしないよ。気に入られることだけしたかったよ。こうしたら正解ってことだけ教えてくれよ。もう不運が不幸を運んでるじゃん。どんどん連鎖してるじゃん。捨てられるのは真っ平だ、失望されるのは真っ平、他のやつを褒める言葉を聞くのも真っ平。ぷよぷよ男だね、ふんは。あんたの望むことをしてきただろ。もうゲスの箱舟なんだけど、ふん。答えろよ、九条。これは裏しょうがないわ、これ。俺は失敗作なんかじゃない。あんたが俺を捨てる理由なんてなかった。だから俺の方が正しいって証明してやる。絶対に後悔させてやる。なんかはるかかわいそうだな。テンテンを恨むのはちょっと違うと思うけど、九条に関してこれはしょうがないわ。やあ、久しぶりの日本はどう。なんでいつもいんの。誰、あんた。ね、大木戸博士よりいろんなとこにいるね。君の噂を聞いて会いたくなったんだ。九条を高政が育てた逸材なんだって。ティッシュ配りの配達でもしてたのかな、そういうバイト。そいつの名前は出すな、うん、どうして。君に飽きて捨てた男だから。いや、もうゲスとゲスに挟まれてるゲスの極み男だぶっ飛ばされたいのか、おっさん。キャートリガーのポスターだ、九条店かっこいい。あいつが九条店。ズールの中ではハルカが一番かわいそうかも。そうだよ、今をときめくトリガーのセンターだ。九条なんかが認めたアイドルをみんなチヤホヤしてるのか。あいつがどんなやつかも知らないで。ところで話を戻していい？僕はスカウトマンなんだ。君を日本一のアイドルにしてあげる。だってあれだもん、因果関係がさ、まあ他の3人は、まあ、あるっちゃあるけどね、曖昧な感じじゃん正直。まあ頑張ればそこに繋がるよねぐらいじゃん。でもさ、あれじゃない、はるかに関してはがっちりと結ばれてるもん。いらない。拒否した。九条高政と九条天を見返したいんだろ。天天も見返したいんだ九条は君と天を比べて天を取ったんだ。バカだよね。僕は違うよ。僕が欲しいのは君さ、いすみはるかくん。君の方が九条天よりも価値がある。そのセリフ。うわ、何？地雷。そのセリフをあいつの口から聞けてたら。爆散してる今。ああ、かわいそうに。君は悪くないよ、悪いのはあいつらの方さ。うわ、だからめちゃくちゃにしてやろうよ。あいつらが信じてる未来や栄光や幸福を。もう量が絡むことでぐちゃぐちゃになるんだけど、全ての線が。悪いと思うことはないさ。
傷つけられたのは、被害者は君だ。誰かが思い知らせてやらないと。遥かみたいにまた誰かが傷つけられるよ。あいつらはそ知らぬ顔で笑ってるのに。あんたの名前は？つくもりょう。月に雲がかかって終了。君の悪夢とあいつらの満月を終わらせる手伝いをするよ。一日で終わってくれ、つくもりょう。ラララララララ、ウンウン、ニャンニャン、イヒーン、コッコッコビスケットは美味しかったかな、使い捨ての動物たち。へー、あれだね、 YouTuber さんに感化されてボイパ始めたね、とうとう。あの子たちを思い通りに動かすのは簡単だよ。だって自分の意思に価値がないんだもの。うわ、皮肉にも量も苦情側だね、これ。人の評価でしか自分を認められない。だからすぐに舞い上がって、すぐに落っこちて、いつも誰かのことを気にして、いつも誰かのせいにしてる。君たちは変わらないよ。変わらないでいいよ。うわあ、やばい、もうこれ自分で投げた剛速球自分に返ってくれてるからね。ひどい言葉を世界中に撒き散らして、アイドルに夢見る連中をたっぷり失望させてやればいい。なんでいつも被害者ムードなの、やめてくれる、それ汚くないやり方。ブレーメンの音楽隊がお化けみたいな声で泥棒を追い出したように、星も月も空も虹も全部追い出しちゃえ。何も見えません。みんなどこかに行ってしまえ。ほら、ふんって言い始めてる。いすみさん、みなみ、ファンの女性を泣かせるのはあまり褒められたことではないのでは。やりすぎ。俺は悪くない。あいつが勝手に泣いてどっか行ったんだ。どうして皆さんどこかに行ってしまうのでしょうね。ずっと私たちの前で足を止めていてくれればいいのに。出会う人を間違えたね。わからないよ、みんな気まぐれで自分勝手で嘘つきばかりだ。これをしてって望んだくせに、できるように頑張ってるうちに飽きて離れて他のものに夢中になってる。そのくせ言うんだ、やっぱりダメだった。じゃあ好きなふりするなよ、期待してるなんて言うなよ。こっちだって期待しちゃうだろう。なんかラブストーリー見てるみたい。これずっとそばにいてくれるって夢見ちゃうだろう。すみません。また来て、強っ、すごいね。お前、あのさっきの、はあ、夏目みなみさん。こんばんは、どうなさったんです。あ、神対応って言われる。さっきの遥香くんが言ってたこと、メモにまとめてきました。すごいね。え、言われて初めて考えたんですけど、注文ないわけじゃなかったです。でもズールがやりたいことなら応援します。あ、すごいこの子。私もずっとズールが好きでいたいから。ほらもうあれじゃん、言い任されて何も言えなくなってるね。はるか、失礼します。あ、いすみさん、何をおっしゃったんですか。丁寧にたくさん書かれていますよ。フリルの衣装は嫌なんですって。へえ。注文あるなら聞いてやるってそう言ったんだ。なるほど、可愛らしいですね。一方的な期待や要求や欲望は毒のように苦しいものですが、それすらなければ人は通り過ぎていってしまう、
私たちに望んでいる人たちは足を止めて引き返してくれるんですね。まあね。ずっと好きでいたいだって。俺も多分ずっと好きでいてくれたら嬉しいかも。いや本当になんか遥は出会う人間違えたな。ふーんだけは絶対出会っちゃいけないからね。あれキングボンビーだから。そう思えたら嬉しいかも。キングボンビー1号2号だからね、量と合わせて。いすみさん、だから焼き鳥好きかって先に聞いたじゃん。焼き鳥？あんな服に匂いのつく店初めて入った。接待にふさわしい場を考えろよな。なんで俺が接待しなきゃいけないんだよ。はあ、やっぱあれだな、なんかズール最初に比べたらだいぶ私あれだね、ちょっと好感度上がってきたね。ってなると量の好感度が必然的に下がるんだけどね。謝りたいって言ったのはお前だ。おや、賑やかな人たちですね。なんだ、はるかとみなみじゃないか。何をしていた？いやね、あれなんだよ、ここでねちょっとマナー講師をしてたね。いすみさんがファンの女性を泣かせたんです。チクるなよ。泣かしたってなんでだよ。なんかひどいこと言ったのか？言ったね。今日耳大きくないって言った。言ってないよ多分。ずっと俺たちを好きでいたいって。なんで好きでいたいって言って論破されなきゃいけないの？ずっと？どんなディベートだよ。トーマは嬉しい？嬉しいよ。人間違えるとこんな人生狂っちゃうんだ。まああれだけど、それを何そこまで持ち込んだ、まあ、自己責任にもなっちゃうけどね。本当はずっと嬉しかったんだ。もう一度マイクを握ることができて、俺の名前を呼ぶ声が嬉しかった。よし行くぞ、客席を熱狂させてやろうぜ。俺たちを呼ぶ声、こんなに響いてたんだ。気づかなかったな。いすみさん、中指を立ててくれます？キスみたいなことする。中指？いいけど、なんで？私はお行儀がいい子なので、あなたみたいな子が必要みたいなんです。なるほどね。それって占い？いいえ、後でお話ししますね。求められてるものをすると、まあそれもアイドルだよね。俺にも後で聞かせろよ。構いませんけど、泣いたら慰めてくださいます？はあ、ズールちょっと好きになったの私、このエピソードで。でもあれだね、龍之介だけはあいつナンパすごいするから要注意だね。ミナミの冗談は面白いな。本当に色男って心の機微がわからないマイウェイな人たちばかりですね。あなたも浮気症でしょう。邪道だよ、マイウェイじゃなくて。まさか、一途な男さ。ワンラブだ。そうだ、俺にはお前たちが必要だ。ブレーメンの音楽隊、どこかで誰かに価値がないって言われてきたって、俺には必要だ。なるほど、まあ、見方によってはブレーメンの音楽隊もハッピーエンドに見えるか。そう考えると、トーマ、価値を与えられたわけだからね。トラ、お前言ったよな、動物たちは信じたって。何を？自分たちの歌がキラーチューンだと。音楽隊じゃなくたっていい、ブレーメンにたどり着けなくたっていい、俺たちが何者だっていいんだ。確かに、俺たちのキラーチューンをこの世界にぶちかましてやればいい。おお、いいな、なんかあれだね、ラッパーみたいになってるね、だんだん。アイドルじゃなくてフリースタイルダンジョンでな、みんなで。悪くない。全員で合唱して、あのコーラスして、1対4で対抗してやりな。当然じゃん。
行きましょうか。ぶちかましてるね。おう。へえ。お。へえ、めちゃめちゃ人気じゃん。終わり。はあ、なるほどね。なんか同情できる節もあったな。テンテンたちにしたことは無罪放免ってわけ。